2012年ドラフト、今見るとやばい、大リーグ挑戦を表明した大谷選手を強行指名した2012年ドラフト。今回はこの年を振り返ってみる。阪神、藤浪はメジャー行けて結果オーライだったんか。北条が思ったより伸び悩んだよな。藤浪、北条は甲子園のスターだったから楽しみだったのに。回全然知らないメンツだわ。オリックス、松葉って外れ外れの1位だっけ。松葉はまあまあよね。伏見もいるんだ。誰一人オリックスに残ってないな。広島、高橋じゃなくて聖夜が大当たりのやつよな。残酷すぎて。高橋のプロ初ヒットは嬉しかったな。上本も貢献できてるし、鈴木の存在感がでかすぎたな。ロッテ、松永は10分あたりだと思う。中継ぎという短命のポジションで頑張ってくれたよな。田村と北条のコンビ好きだった。田村ももっとできると思うけどな。森友哉みたいになってほしかった。横浜、いい感じだな。宮崎を6位で取れたのを候補だ。伊能はネタ枠だけど横浜時代は悪くなかったしな。ソフトバンク、東浜は当時大学ナンバーワンだったし妥当の働きだと思う。マサゴは2軍で無双してたけどね。2位以降はボロボロ。巨人、菅野くらいかな。苦悶は日ハムでセットアッパーやってたよ。菅野がハムに行ったままだったらどうなってたんやろ。この年のドライチ強いな。楽天、森はブレイクすると思ったけどね。ノリホンを2位で取れてよかったな。ノリホン以外はあんまわかんないや。ヤクルト、石山と小川同時に取れたのでかすぎた。ヤチも至急なかった世界見てみたいよ。ヤチはハムでは欠かせない存在だったね。西武、増田って外れ1位よね。増田は最近微妙だけど守護神としてトップクラスよ。金子と高橋もこの時か。一軍で結構活躍した人いるじゃん。中日、鎌田、若松は一時期すごかった。福谷も2年目はやばかった。中日さんはあんま良くないね。日ハム、もう大谷翔平一人だけでこの年一番の当たりだろう。栗山さんには感謝したい。鍵谷もハム復帰やって。大谷以外はあれだけど全てはここからだったんだな。この年はどこが良かったんや。結構ドライチあたり多いな。なんか基本的にドラフトは上位が活躍するね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。